はい、お待たせしました。はい、あ、うちの店ですか。そうですね、赤い塔って書くんですけど、赤い塔でレッドって言うんですよね。はい、赤い塔でレッド、かっこいいですね。あ、そうそう、レッドで思い出しましたけど、今日幻の赤着てるんですよ。赤が着てる、はい、幻の赤。そうなんですよ、やっぱ赤かっこいいじゃないですか。赤かっこいい、はい、赤かっこいい。だからやっぱり僕もね、これだけは譲れないと思ってるんですよね。赤はかっこいい、かっこいい、ここです。はいはい、はい、ちょっとちょっと、はい、ちょっと、はい、ちょっと、すいません、違います、うん、はい、どうもどうも、いやーどうも、はい、あ、どうも、いらっしゃいませ、ありがとうございます、どうも。あ、すいません、お客さん気づかなくて、いや生おかわりですね、いや生一丁入ります。違います、違います。はい、よくご覧、シャキーン、シャキーンっていうメニューですかね。シャキーンっていうメニューはないですね、うちには。いや違うんですよ。はい、じゃあ色見て、色、色、うん、はい、幻の赤ですよね。あ、いやいや、あの、僕じゃないですよ、あの、あちらのお客様が、はい、赤かっこいいっていうもんで、はい。あ、そうなの。そう、うちの店も赤入ってますから。あ、はい、まあまあね、そういうことね。か、赤いや、あなたじゃなくて、あちらの方が言ってるんだ。はい、あ、じゃあ、あちらの方に、あ、どうもどうもシャキーン、シャキ、シャキーン、いつもよりお意味になってますお知り合いかなんか。いやいや違うやつよ。あ、違う、いや、ファンなんじゃないですか。ファン、うん、僕ね、まあまあ、こう見えてファンを大事にするんでね。あ、そうですか。結構頼んでらっしゃるな。っていうか、こういうのってね、ちょっと久々なんで、ちょっと嬉しいんですよね、かっこいいとか言われるのって。あ、だからちょっとね、はい、お会計払ってかな。お客様がですか。1万円もあるんで、これちょっと払ってあげてください。いやいやいや、それはちょっとあれじゃないですか。ファンを大事にするんですよ。いや、そ、全然サインもあげちゃう。サインって何ですか。気分がいいからサインをあげちゃう。いやいや、サインって、どういうことですか、お客さん。そんな、はい、これ、レッド、あ、あれ、レッドさんっていうことですか。あ、そう、あ、そうなんですか。真っ赤でしょ、幻のレッドすいません、気づかなくて、存じないから。僕が払ってもあれなんで、渡してきてあげてください。はい、はい、すいません、すいません、すいません、お客さん、あちらのお客様がなんかこれ渡してこいっていうもんで、よかったら、ね、あ、お金はいる、これいらない、色紙。あ、そうなんですね。あれ、様子がおかしいと。そのお金で幻なんか飲みたい。あ、ちょっと分かんない、ちょっと待ってください。すいません、お客さん。はいはい、実は何これ。いや、ちょっと、実は、幻の赤っていうね。幻の赤っていう日本酒なんですよ。日本酒、はい、あれが今日入ったんですよ。今日入った、はい、今日来てまして、こちら来てます、こちらなんですけどね、うん、これがやっぱ飲みたいってお客さんおっしゃってました。あ、これ、はい、あら、その話をちょっとしてたんですね。あ、私のことじゃない。はい、確かにこちら、まあ、かっこいいですね。存在感もありますね。でね、ぜひ、ご馳走するって言ってますけど、お客さんにも。すごい恥ずかしいんですけど、私すみません、お客さん、あとこれどうしますか、これ1万円で買ってもらえません。嫌です。ですよね。はい、鍋横交差点より十貫坂上方面へ2分ほどのところにある居酒屋レッド。海鮮系の料理からサラダ、焼き鳥とリーズナブルで美味しい料理が豊富です。お酒の種類も多く、特に焼酎と日本酒は珍しいお酒も取り揃えてあり、お酒好きな方にももってこいのお店です。ぜひ居酒屋レッドに飲みに来てね。太陽の光浴びながら流れてくるハッピーミュージック、どんな涙も乾いてゆく、降り注ぐ光から手中に君も歌おう、ハッピーミュージック、素晴らしい日がやってくる。